辛坊二郎サンデーキッス !7 時台はゲストをお招きしてさまざまな分野のお話を伺ってまいります。さあ今週は ちょっとだけウイルスに詳しいピアニストの宮沢孝之さんにお話を伺ってまいります。はい、お願いします。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします。どうですか？ピアノの腕はだいぶ上がりました。<laughs> そうですね。あの日に日にめきめきと上がって。日に日にメキメキ。<laughs> はいはい。なんかあの今週、はい、体調崩してたという噂がありますけど。あ,あの動けなくなってましたね。いつからいつまでですか。<laughs> うん、ずっとまあ今でもちょっとおかしいですけど、えー、っとカスイ木金。 ずっと寝込んでおりましたコロナ？いや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 、メンタルですメンタルです。え、メンタル？メンタル何があったんですか？いやなんかいろいろあったみたいですね。いろいろあったみたいですね。いろいろあったんだ。いろいろあったみたい。先生寝込むんですか？寝込みますよ。寝込むときにはどうやって寝込むんですか？本気で寝込むの？だって動けなくなっちゃうから。え、そうなの？だからもうずっとひたすら寝てるだけですよ。いえでぶつごろごろ。ごろごろっいうか食事もとらずに。え、食事もとらずに？そうですあもう。特に痩せた気配はないですね。痩せました。 そうですかあう。あ、一回太って、またぐってあせました。えー、どうですか。ちょっと伺いたいんですけれども。はい 例えばまあ2年ぐらい前は、はい、あの基本的に研究室に行ってウイルスの研究をしてお家に帰るで時々今ピアノのレッスンに行くとかいうような日常じゃないですかはい、はい、今まあ基本的に一子というたんびにですよいろんなリアクションがあって街を歩くとみんなあのピアニストのことを知ってるというような状況にこうなって2年前に帰りたいと思うのか今は今でこれでいいと思うのかどうですか,どうですかあの今は今でいいと思っています。えっと、僕 <laughs> まあ、まあ、ピアニストなんですけど、<laughs> ええ、あのまあいろいろ言うとですね、いろんなところからあのあるんですが、あの別にね、あの僕があの僕がこうボコボコにされてあの、うん、ここの世から消滅してもですね、うん、あの皆さんが助かればですね、うん、トータル的には人類的にはいいことなので、それはそんなに気にしてないですね。はい。つ,つまり自分の発言にはそれだけ自信があるということですね。うん、いやいや、あの自信まあ。 自分の自信があるというより、まあ、バランスとは取れていると思っているし間違ったことは、ええ、あの基本的に言っていないと思っています、ね、どうなんですかね、はい、そのウイルスの専門家、ウイルスを詳,詳しい人から見て、はい、よくあの感染症の専門家とか、はい、お医者さんとかが、まあ、この新型コロナに関していろいろ発言されてますよねはい、はいで、明らかにそれ違うよねとかって思うことってありますか はい、今の新型コロナの状況について例えば感染症の専門家と称する人で明らかにそれ違うよと思うようなことって一番最初はですね、ええ、あの手をあの石鹸で洗えと。 いうのはちょっとあのウイルスのことをとかあのやっぱりウイルスでも相当知ってないとやばいのあの難しいのかもしれないですけどえっと私たちというかそのウイルス詳しい人たちからするとかなり違和感ですねあのあれはあくまでも菌を殺すためのあの洗い方なのでねウイルスは殺さないということでいやウイルスもたくさんあるんですいろんな種類があって今回のコロナウイルスに関して確かに石鹸が一番強いんですけども、うん、あのコロナウイルスにはあのは それ1個のウイルスでは感染するものでもないのでそこまで一生懸命やる必要はないとそこで、まあ、この人たちは分かってないなっていうのは分かるわけですよあのウイルスに詳しい人。 まあ、コロナとか扱ったことのある人とかそう。なるほど、はい、なるほど。それから。よくか逆に感染症の専門家なんかはですね。あの、ちょっとウイルスに詳しいかもしれないけど、それは。あの、コロナについて詳しいわけじゃないだろうみたいなことを言われたりすることもありますよね。それについては、どんな反論ですか?すね。いや、反論というか、えっと、すべてのウイルスに詳しい人なんているわけなくて。それであの、まあ。 コロナを扱った人、それからコロナを扱っていない人、山ほど言いますコロナ。コロナでもいろんなコロナがありまして、うんうん、サーズマーズから、えっ、ー、と、牛のコロナ、猫のコロナ、犬のコロナ、うん、それからマウス、ラット、いろいろあるわけ。鳥もそうですね。うんはい、で、それぞれちょっとずつ性質は違いますよね。うん、それで、まあ、どれが専門家っていうのはなかなかわからないんですよ。また、ウイルスといっても、うん、あの細かいウイルスの話から、うん、えっと。 もっと大きな話どうやったら感染するのか個体に感染するのか感染しないのかっていう細かいことやってる人ね、うん、今の感染状況をどう見てます私ねこれ1月から見てて 今、どっちかなとこう悩んでいるところがあって、はいはい、この現時点において、はい、まあ緊急事態宣言はもう関係ない、ねはい、私の認識でいうと、少なくともまだ関係仮にあったとしてもこれから出てくる話なので,で,で過去2週間ぐらいの話は潜伏期間から考えると緊急事態宣言とは関係のない状況で,、はい、で東京都の感染者数なんかが毎日発表される陽性者数は下がっ明らかに下がってきてます。すね、これは ピークアウトして下がってるのか年末年始に突出して PCR 検査等の検査数が増えたところの反動で今見かけ上下がってるだけなのかどっちなんだろうって、ま、いですえっとあの上がり方下がり方を見ると、えっと、自然現象ではない。 自然現象とは考えにくいいぐらいの突出です年末年始だから上がったのははっきりしててだってあの1月の2日かなんかに PCR 検査数が8,000ぐらいしかなかった日がある一方で前後で8万っていう日があるわけですよ。はいはい、そうすると検査数が10倍違うのにその結果的に今日の PCR 陽性者が何人でしたっていうのはほとんど意味がないので <laughs> そうすると年末年始に年末に帰省するために PCR 検査所に押しかけた人あるいは三が日検査行かなかった あったけどちょっと体調悪くなったから年明けに押しかけた人たちが年末年始分母が突出して多くなったんであそこで感染者が拡大したのはまあそういう原因だろうとだけどその後下がってきたのが本当に下がってるのか今言っただけの理由なのかが あと私の感覚でいうと1週間ぐらい見ないと分からないかなと思うんですけど、うん、誠にその通りだと思いますあの上がり方はあの人為的なものであり下がり方も人為的なものが収まればどん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 ,どん下がってくるわけで,でそのままのペースで下がるとはあの考えにくい、うん、えとあくまでももっと緩やかに上がってって緩やかに下がってくるはずなので今ポーンと上がってスポーンと下がってるのでこのスピードが、えー、あの抑制されてあの感染が抑制されてるとは思いにくいですね。うん、何が起きてるんですかね わからないです。ただあのまあいろいろなまあ内場のこともありますが、内内内場のスキー場のね、あのスキー場のすごいな何パーセントもあ流行ってて、全員検査したらえらいことになって、内場のスキー場で検査したんですか？検査したら何パーセント？その話私なごめんなさいニュースで見てないんですけど、えっとなんか何パーセントでしたかな？出てますそれ出てます出てます出てます出でで内場のスキー場が止まっちゃったっていう話で、あの一斉検査したらいや今最近一斉検査したらラグビー もそうだしサッカーもそうだし大相撲もそうだし、えー、競輪もそうだし相当陽性者いるよねっていうのが実感なんですけどそうですね PCR で調べる限りはもうほとんどあの、えー、っと症状がない人がほとんどなんじゃないかなと。となると、はい、従来交換言われてるそのいや8割の人は軽症か無症状だけど2割の人は重症化しますみたいな話自体が、うん、そもそも何かか この病気に関する発症率、重症化率、死亡率が交換、伝えられているのと全く違うんじゃないかという,そ,うです、ねまあ、それは今までの,あの新興感染症もそうで例えば30%の致死率ってもその10分の1とか100%。 ご自分のかもしれないです宮沢先生じっくり話聞きたいんですけどね私ちょっと用があります、ね、あとこのあと鍋、ね、谷君と交換しますからあ<ー> <laughs> 残念だなピアニストな曲が聞きたいのに<ー>さよならでは一旦ここで曲をお聴きください <laughs> キスネーム海の子琵琶湖さんからのリクエストで松田聖子「赤いスイートピー」。 リクエストをいただいた海の子美和子さんからのメッセージご紹介しますありがとうございますしん坊さんジュリアさんえみこさんこんばんは毎週欠かさず拝聴しております私は医療従事者として病院で働いています先日ワクチン接種の話が院内に伝えられました以前この番組でも話題になっていましたし まだ妊娠出産も終えていない私にとっては本当は接種したくはありません上司からは歌なしゃあないやろと言われました接種しないと働けなるのだと分かりました報道で同意を得た医療従事者およそ1万人に対し安全性を確認してから一般市民へと書いてありました 私たちは実験台なのでしょうか仕事を辞める覚悟で打たない選択をするしかないのでしょうかというお便りなんですけれども、うん、宮沢先生、これどう思います、うん いいですかあの教養はやっぱりいけないと思います、やっぱり同意がないといけなくて、うん、それをその打たないということで、クビにするということは、これは許されないことだと、私は思ってますけども、うん、なんかあの、これを見てて、私もこの報道を見てて、最初、1万人に対して医療従事者、まあ、希望を聞くみたいなんですけど、まあ、この病院ではなんとなくこう、打たなあかんよねみたいな雰囲気で。 うつっていうのは、なんとなくこう、はから見てて、それが医療従事者を使った知見にも見えてしまって。そうですね。ね<え>かわいそうはかわいそうですね。あの、えっと、ほまあ、医療従事者も、まあ、感染したら、まあ。病院が止まるということで、まあ、はい、そういうことなんでしょうけれども。 まあワクチンがどれだけね感染をブロックするのかもわからない。えっと一応有効率95%。そうなんですけどね。あれ発症を止めてるということなので、感染をどこまで止めてるのか僕もよくわからないです。はい。発表ではその。 感染は止められないと発症とか重症化を防ぐことが期待できるっていうのが、ねうん、そうでしょうね、えっと、そうあのやっぱり感染を止めるのはまあどんなにねいいワクチンだって、えっと、たくさん浴びれば感染してしまうのでうまあそれを、まあ、防ぐことは完全に防ぐことは不可能で,で発症予防もですね、えっと、これまた言うといろいろなあのお叱りを受けるんですけどもあのまああの打って 生きてる人の人種も違っていれば、うん、あのその病気の状態とかも違っているので、うんはい、えっとどこまであのそれがあの効くのか効かないのかって分かんないですよね。うん、個人差もあるし、うん、民族差もあるし。うんはい でえっと、あとは副作用に関してもですね、えっと、全部が出揃ってる状況ではない、うん、あくまでもその緊急的に治験を行って、うんえー、やったわけであって、うん、でこ今後今どん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 世界中で打たれるので、うん、いろんなあのどういう病気に対してはこれあのワクチン打つと副作用が出やすいかっていうのは分かってくると思うので、うん、それを待つのも手ではあります。というのは日本っていうのはそれほど緊急性はないと僕は思って 特にこれあの送ってくださった方30代前半の方なんあ女性に関しては30代であれば、まあ、あの重症化して死ぬということは、まあ、ほとんどないというかう、まあ、まずないという。う <laughs> 先生よくおっしゃられるのはそのワクチンを打った時の,そのえっとメリットとあと副反応の,そのリスクを天秤にかけなさいとううおっしゃるじゃないですかはいはいやっぱりこの31歳の女性の方なんですけどこの方だったらその例えば持病がない方であれば打つメリット まあそ,のそのメリットとかデメリットとかリスクというのはなかなか計算が難しいんですよね、うん、え何をもってリスクとするのかというのもあって死ぬ死なないであればまあかなりあのえとメリットの方が高いけど例えばすごく痛いと思いをするとかえと何日間か働けなくなるとかあるいは本当に後遺症が出るのかとかまあそういうことをあと全くわか,からないリスクまだわからないリスクというのは存在しうるわけですよ。今あのちょびっとししかか検査してないわけだからこう長期的 的なデメリットっていうのは何ら今分かっていないので。えっと、それは計算しようがないと思うんですよね。先生、どうも、鍋谷、はい、でございます。あこんにちは。ご無沙汰しております。んんえ、はい、あの、まさに、その、今ね、話に出てるようなワクチンについて。結構、リスナーの、リスナーの方から、お便りが来てましてですね。はいはい あの先生先週ですかの日曜日そこまで行っていいんかいでちょっとワクチンの話をされてまあ若干あのそれで後々話題になったとネット上で話題になったというようなこともあるようでまあそこからのちょっと質問も来てるんですけれどあのまあ今日ラジオでゆっくり時間もありますのでその辺りのこう説明し直しも含めて先生おっしゃりたいことがあればあのぜひご説明いただきたいんですが結構あの 来てるメールを総合するとですね。やっぱり皆さんあの副反応についての。 はい、まあ不安であったりとか、あとあの、えー、これ、IgA 抗体でしたっけ、はいはい、を誘導しないとおっしゃっていましたが、これ、多分選先週のお話ですよね、きっと、このあたりのこう解説、その筋肉注射なのでっていうところのお話、こうちょっとそのワクチンについて、改めてお伺いしたいんですが、えっとね、これ、ちょっと本当難しい話で、えっと、IgA 抗体誘導しないって、僕、言い切っちゃったのが大きな間違いで、もちろん、あの論文では IgA 抗体も誘導してるっていう論文もありまして、うんあ アストラゼリカの方はこれ先生まずあの IgA 抗体を誘導してるしてないっていうのはまあ初めてこの話を聞いた方のためにわかりやすく説明するとここれどういういとなんですかあの抗体にはえと5種類あるんですけどもえと血中を流れる抗体と,えと粘膜上に出る抗体粘膜に分泌されるえと細胞から抗体が分泌されるんですけどえと粘膜の細胞を通過できるあの 抗体がありまして、それが IgA ですね、うん。で、それがあの粘膜の表面を覆って。 えっと感染をブロックしてくれるっていうのが IgA です。そその、うん、それと別に IgG っていうのが、これは血中を主に回っている、うん、抗体です。うん、でワクチンっていうのはいろんなワクチンがあるんですけども、IgG を誘導するタイプのワクチンと、うん、IgA を誘導するタイプのワクチンっていうのがあります。うん、IgA を誘導するワクチンっていうのはえっと粘膜要は粘膜の免疫を誘導するワクチンでして、うん、鼻とか噴霧したり鼻に垂らしたり、うん、喉に入れた りりととかか飲ませたりとかね、うん、ポリオとかもそうだと思うんですけどもそういうワクチンです一方、うん、IgG を誘導する血中の IgG を誘導するワクチンは、まあ、普通のワクチン菌虫とかですね、うん、ただ、えー、IgG を誘導するタイプのワクチンでも i g m もあの漏れ出てです、ね、多分誘導する粘膜の方に、えー、流れてって、まあ、そうやって、えー、と誘導することもありますただ、うん、えと今、えー、売り出されているのは、えー、とああの粘膜免疫を誘導するタイプのあの ワクチンではないもちろん IgA は少しは輸送されると思いますけど今回のウイルスっていうのは、えー、直接入ってくるものでして、うん、あの外からですね入、うん、ってのは外側ですからでそれで I g あの最,初の最初の感染はどうしてもなかなかブロックできないということになります、うん、ただ、えっと鼻あのえっと、血中流れてもう一回肺のところに感染するので、うん、i g g が効かない血中の抗体が効かないというわけでもないんですよ。うん だけどあの普通に考えて大量にね大量にこうウイルスをバーッと吸い込んじゃったら一気に肺が感染してしまうというのは容易に考えられますね。でそういう状況が、えー、と自然界で起こってるのか起こってないのかよくわからないんですけども例えばすごくウイルスがわって空気中に浮いてて長時間吸い込んだら一気に肺,の肺とかあの気管とかもうあの喉とか。 の細胞に一気に感染してしまうということはもちろんあって、うん、その場合は防御効果はまあ低いだろうなと、うん、いうのがまあ一般的な考えだと思いますでこの,ういあのこ今回のワクチンについては、はいはい、先生の、まあ、総論というか。まああのー えっと、主に発症を防御するという、そもそもあの防御効果90%とか95%とか60%とかっていう数字出てますけれども、はい、それはあくまでも発症者を見ているわけで、発症率をうん、防御効果っていうのは、そもそもかからない、発症しないっていう効果ってことですか発症しない効果だと思います。あのはあのかかる効 かかるかからないを見ているのはあの治験、うん、ではないんじゃないかな、あの全員をですね2万人とか4万人とか打ってるわけですね、うん、でそれをもう毎週毎週 PCR するということはやってないはずなので、うん、そういうこと、あくまでもあの症状が出た人をピックアップして、でワクチン打った群なのかプロ、プラシーボ、あのうん、偽のワクチン打った群なのかを調べたら、はい、圧倒的にワクチンを打った群の方が発症して。 ああしてないと、うんうん、いうことで、まあ、あの有効率が95%とか90%とかなってるんですけどもそこまで言って委員会であの詳しいあの宮田さんっていう人が言ったのは、うん、あのそれはあと時期がですねあの夏とか秋にやった知見なので、うん、それがあの冬にも当てはまるかどうかは未知数だなっていうのを言って そうですね、あのー、冬にあ、夏でもです、ね、コロナウイルスっていうのはかかってると思うんですよ、ではい、実際かかってて、うん、まあ冬の10分の1なんだけど、うん、あれが本当に冬の10分の1なのか、感染がね、ただ発症が10分の1なのかもしれない、うん、普通にかかってるのかもしれない、その辺はもうわからないんです,けどんんですね。うん でえー、ともし発症が10分の1だとしたら、うん、要はかか夏はかかっても重症化しないと、うん、冬はかかったら重症化するっていう感じだとすると、うん、その夏にやった治験ワクチンの効果と冬にやったワクチンの効果っていうのは、うん、違う可能性はあるんじゃないかなっていうふうに思ったわけです、うんで。実際ににに仙台医療センターのの西村さんはは冬に重症化しやすいのは大量にあの あのウイルスを吸いい込みやすい状況になるからだと乾燥してるからウイルスもたくさん待ってると、うん、待っていて、うん、なおかつあの、えー、か乾燥して微粒子になってるので<ー>肺の奥に届きやすいとでは<ー>一気にあの喉に感染してそれが肺に広がるのは、うん、もしかしたら血中を流れて広がっていくかもしれない、うん、そういう時は IgG が効きますけども、うんうん、肺に直接ボーッと浴びちゃったら、うん、IgG そんな効かないんじゃないかなっていうことですね。 ま、それはえっと僕もあの論文をですね。全部読んでるわけじゃなくし、僕はただ本当にえっと教科書的なことしか言ってません。もう当たり前のもう教科書レベルのことです。もしかしたらそれ僕の言ってることとは違う。なんか論文出てるのかもしれませんけど、教科書レベルではそういう認識ですね。 はい、ただ発症しなくてもその無症状の方が感染させるっていう風にも言われてるじゃないですか。うそうですね。<laughs> それもあのわからないですね。ワクチンを打ったらウイルス量が減ればですね。うん、えっとそれはあの伝達力も減るですね。うん、ただ喉の部分のウイルス量が減るんですかとか唾液の部分のウイルス量が減るんですかっていうのは誰もわからないと思います。<ー>えっと症状が軽くても、はい、唾液にいっぱい出てれば。うん 感染しちちゃゃいいますすなっちゃうんでね、うん、唾液のウイルス量を落とすかっていうデータはないんじゃないかなわ、うん、からないですけどちょっとあるのかどうかわかりませんが、うん、あのとにかくあの僕も論文読みきれてないのでわ、うん、からないんですけども、まあ、あの本当に下がるのかっていうのはちょっと ちょっとやってみないとわからないんじゃないかな、うん、で僕らがやらなくてもですねイスラエルとかが先行して、まあ、アメリカとかイギリスとかも先行してやってるので。 それで状況を見ていけばいちなみにね宮沢さんねちょっと個人的なことなんですけど、はい、私あの92歳のですね元気なあの花子という、まあ、祖母がいるわけですよ母方のね。で、まあ、YouTube にこの去年の夏も出たぐらいハキハキしゃべるんです。でボケてもないし基本的にはあの家事洗濯今も、まあ、外出はしませんけども庭掃除とかもするとただここ数年ですね年に1度か2度風邪をひくと、まあ、熱がなかなか下がらなく 一度去年おととしその病院で検査した時に言われたのが私が母から聞いた分はですよなんかその体内の白血球の数がもう高齢で僕が聞いたらほぼが体にないと、うん、だから次何か風邪をひいたりとかそういうウエルス性の何か感染症にかかった場合はちょっと覚悟しといた方がいいですよというような内容のことをまあ医者に言われたと。うん こ,れこういう、まあ、高齢者に、うんまあ、政府は来月2月末から順次打っていくって、うんえー、3月でしたっけ言ってましたたっっけ言てまよね医療従事者が2月末から月で<で>高齢者が3月中旬ですよねもう2か月先にはうちの母親も、うん、祖母も、まあ、打たれるというか打つんだ打,つ打たれる対象なんだと思った時に、うん、そんな祖母に打っても大丈夫なのかしらと思ったんですけど。 こういういのって一般論としてはどうなんですかそのワクチンの,あの一般論として、まあ、あのいろいろなワクチンがあってそれなりに副作用があって、うん、それは免疫を動かすわけですから、うん、それはしんどなったりしますよね。うん、で今回のワクチンに関してはかなり免疫誘導能が高く設計されて特にあのファイザーの方は。というん、ってことは打ったら体のいろんな免疫がバッと反応する、うん、それで、えっと、いろいろなあの副反応っていう、まあ、それがいいことでもあり悪いことでもあるわけですね。免疫は高めるって いうとといいことなんだけど、はい、まあそれなりにいろんなあのあの体がしんどなったりするわけですよね。うんうん、で,それで、まあ、しんどなるぐらいだったらいいんですけどあの、まあ、ご高齢、まあ、90を超えるとなるとどういうことが起こるかっていうのは全くわからないですよね。そ、うん、それこそ今海外でもう、はい ワクチン接種始まってると思うんですけど、うん、やっぱり日本人って長生きな方が多いじゃないですか90代とかに今海外で打ってる例とかはたくさんあるんですかいや分かんないですノルウェーでしたっけ結構打ってかなりの方が亡くなったということで人それは、まあ、それを多いとみなすのか少ないとみなすのかですね、うん、で、うん、集団免疫をつけるという目的,あ目的 あのい,いろんんな考え方があるんですよ今回のウイルス集団免疫をつけるという考えとご高齢者を守るという考えと、えっと、医療従事者を守るという考えいろんなのがぐちゃぐちゃにミックスされてるんですけども、うん、集団免疫をつけるという意味であれば別にご高齢者に打つ必要もなかろうと。 う思うんですよね若い人がみんなで打てば集団免疫になるわけで、はい、じゃあ今度個人レベルで見ると若い人っってて打つメリットあるんですすかっていうことにもなりますよねだって感染しても病気にはなりにくいしあのなったとしてももうほとんど助かってしまう、はい、打つメリットあるんですだからそれぞれの,あの立場とか視点によってうそのどうなのっていうのが変わって と、ね、いうことはこれね,ね高齢者から順番に売っていくというこの今の政策自体が、うん、果たして正解なんだろうかとその考えたくないですけど例えばうちの92の祖母が売ってね1週間後に免疫反応がなんかいっぱい出てあるいは体調を崩して、まあ、命落としたってなった場合に。 ちょっと納得いいかないですよね納得僕もいかないんじゃないかなと思うんですよ。だってその人たちは集団免疫に寄与するためだったらなんでそんなおじいちゃんおばあちゃんがリスクを犯してまで皆さんのために犠牲にならなきゃいけないなっていう話でしょで個人を守るかっていうことだけどそれで死んじゃった場合何だったんだっていうことになりかねないと思うんですよね。いやこれ難しい問題でですすね、うん、先ほどどノルウェーの話が出たんですけど、うん、誤解を されるとよくないのであの33人亡くなられたっていうのはあの高齢者施設でもともと毎日結構な数の方が亡くなっていてだからそのワクチンを打って亡くなったというよりはワクチンを打ったことによる、まあ、ちょっとした副反応で あの熱が出てしまってその症状の結果亡くなった可能性もあるとだからそのワクチンによるものじゃなく例えばその鍋谷さんもおっしゃいましたけどそのワクチン打った後に何かしら自分の中でそのみんなが怒るような,なんかそういう症状、うん、ちょっとした症状で亡くなってしまうっていう方向につながると良くないですよね。うん だから、その辺人それぞれ、本当違いますね。そうですね、あの人それぞれ違いますし、うん、まあ、あの人それぞれ考え方があるので。それはまあ、個人個人が考えていただいて、あの個人個人の判断でですね。受けていただくっていうのが、僕は、あの、いいんじゃないかな、そのためにもですね。えっと、情報というのはどんどん開示していかなきゃいけないんですけど、この前も、あの、内閣の方も。情報開示したようなんですが、僕が見た限りで全然不十分で、まあ、一般の人たちもちょっと。 わからなないだろうなと思ってますこれねうちの祖母含めて高齢者の人がワクチンの接種対象になったタイミングで、うん、受けないいっていう選択肢もあるんですか皆さんあれ希望聞いてでね、うん、でその受けないという選択肢っていうのはその安全面というか、まあ、例えばあと半年1年、まあ、家でじっとすることを前提に受けないというのもありですよみたいなことなのか、うん、そのあたりってどうなんですかそのワクチンのメリットデメリットの天秤にかけた時に。うん 一般の素人のおじいちゃんおばあちゃんはどう判断したらいいんだろうかという僕は明日母親にどう電話してあげたらいいんだろうかといういやーわかんないおじいちゃんおばあちゃんの考えであのそれに従うっていうのがやっぱり筋だと僕は思うんですけど、ね、じゃあ打ったら売ったでこういうリスクがあるよ,とありますよってでも,でもねあの外に出る家にい,るいらっしゃるんですか基本家にいるんですけどたまに母親に黙って近所のスーパーに勝手に買い物行ったりするんですよ、まあ、近所のスーパーに行ったとしても感染はしないでしょうから大丈夫でしょうね、まあ、普通にあの感染注意していれば感染しない 自分が感染しないと思っていればワクチンはいらないですね僕もあの感染するのは多分ないと思って自分は持っているんでねなるほどねなるほどじゃあここからはですね、はい、他にもたくさんメールいただいておます、はい、キス皆様からいただいたメールご紹介します、はいえー、し今更ですあえー、とキスネム神戸ビ美希さんからのメッセージです、はい、今更ですが 連日、コロナ感染者数が発表されており、やれ、曜日最多だとか、何かと最多をアピールしたがるメディアには、いい加減にしてしいと思いますそこにきて先日、変異種というのが出てきたとたん、今度は各県ごとの変異種の数までカウントし始めました。 これってどうなんでしょうかというメッセージなんですけど基本的には気をつけたほうがいいんでしょうけども、うん、今のところ日本,、まあ、日本に変異種が入って広がっているのは多分事実でしょう、うん、えっとこれは止めようがないし、うん、もうすでに入っているし空港のみならず一般市中でもウイルスが見つかったということはあもう入ってきてきいると静岡の方で市中感染確認されましたけれども静岡だけではなくもっと広がってると先生 まああの調べればどっか出てくると思いますけどもそれがあの今日本型と入れ替わるのかっていうのはまだわからないと思うんですけどね。まあ、他の国でちょっとなんか 英国型が3パーセント、なんどこの国だったか忘れたけどヨ,ヨーロッパでね、3.5パーぐらいまでなったのかな、うそういうのが伝えられてますけど、日本で本当に広がるのかっていうのはまだわかんないですね。あの宮田さんがだいぶ以前にも、はい、そのまあウイルスのまあ基礎的なねこととしてそのまあ変異っていうのは まあ、ウイルスによるけれども、まあ、2週間とか3週間でどんどん変異していくのがまあウイルスとしては普通の話だとおっしゃってたと思うんですけどこれ例えば日本で今、まあ、一番なんてんていうですかねこう広がってるタイプのウイルスが日本の中でもどんどん変異していってるっていうこともも,もちろん当たり前の話としてあるわけですよね。これっってやっぱり まあ、例えば共読化していったりとか、まあ、今週だったら結構メディアがその10代の女児に感染変異種がしたとかって言ってその例えば今まであまり若い世代とか、まあ、小学生とかにはあまりかからないんじゃないかって言われてきたのが若い世代にも移りやすく変異してるんじゃないかとかって、まあ、ちょっとおどろどろしく報道してるのとかもあるんですけどこの変異ってやっぱり正しく恐れた方がいいんですか ですかで一般論からするともう変異は強くもなり弱くもなると両方あるけれどもどっちが広がりやすいですかってと一般的には、えー、と弱毒の方が広がりやすいけど弱毒ついっても、ね、た例えばあの、えー、とボリス・ジョンソンさんがちょっと3割ぐらい強いかもねとかなんか病原性が、うん、あこのイギリス由来の変異種が。 たのがどのぐらい意味があるのかってこれかね10倍とかだったら全然違いますけど3割病原性が高いというのはどう解釈していいのかですね。そんなに大差はないと僕は思っています、うん、であの感染力に関しても感染力もねあの本当に誤解されているところがあるんだけど、うん、えっと結果論として広まっているということで感染力が高いんじゃないかというふうに推論されているわけですね、うん、ですので、えっと、本当にその,あの ウイルス同士競わした時にねどっちが感染力強いんだっていうのはまだよくわからない今それは感染研が一生懸命やってると思うんですけどもでまあたとえ1.4倍とか1.5倍だとしても、うん、まあ僕たちは僕たち日本人とかアジア人は、うん、あの、まあ、欧米に比べた、えー、感染のしやすさは、まあうん、あ感染者ベースだと20分の1なんですよね。うん でまあ、あの死者数でいうと40分の1とか30分の1とかなのでもともと FactorX があるのかもしれないけど感染しにくいわけですよね。でもあの僕たちはそんなにひどいロックダウンもしてないのに一生懸命ロックダウンをして。 したところと比べても二十分の一ぐらいしか広がらないと。それは生活様式でというと。わからないですね。でその時にえっと1.5倍になったのがどれほど意味があるのかと、まあ多少日本でも広がりやすくなるのかもしれないけども欧米のようにはならないと。えっと1.5倍になったからといって欧米のようにはならない。だってもともと20倍も僕たちは強いわけで。うん でそれはちょっとわか,からないんだけどその欧米みたいになるってことはちょっと考えにくいなと思ってます。うん、でまあ,あの感それ、まあ、たとえその変異種が出たとしても変異型が出たとしても、うん、まあ今まで通りの,あの方法でしか感染予防っていうのはできませんので、うん、あのまあ普通に。あの あのマスクして手洗い、励行して3密を避けるということでやるしかかなないいんじゃないですかねなみんながそれができると実効再生産数も下がっていくんでしょうけどねみみんながみんなしなながしいですもん、ねまあ、そうなんですけど、うん、あのみんながみんなしなくてもそれ要はかかる人がかかってるだけであってででそれに巻き込まれちゃう人もいるんだけど、うん、僕たちはかか,らないかかる行為をしなければ、まあ、まずかからないですので。うんうん まあそこをねちょっとあの分けてて考えほしいんですよ要はこれだけ頑張ってもこんだけ広がってるじゃないかっていうのは要は守らない人が感染してまあ何人か巻き込んでるわけで守ってる人では広がってないわけですよ。一生懸命検査してもまああの 0. 数パーセントしかまあ99%は感染してないわけで99%以上ね。まあ、もしかしたら辛坊さんみたいにあのまあもっと感染してるのかもしれないけどそれとっても9割ぐらいは感染してないわけでまあ僕たちはまあ普通 普通に、まあ、あの感,染予防感染に気をつけて普通に暮らしていればいいと思いますけども。うん <laughs> もう一ついきましょうか、はい、いつもなかなかねメールご紹介できませんので,で、ね、トントンいきましょう、はいはい、キスネームマー、まあ、さんからのメッセージです、うん、いつも楽しく拝聴していますありがとうございますコロナは気温が10度が最も感染が広がりやすくマイナス10度が最も広がりにくいという調査結果があるようです、うん、東京や大阪では気温が10度を切るくらいまでしか下がらないので感染が拡大しましたが 気温が低い北海道は11月中旬以降韓国は12月下旬以降減少しています、うん、逆にこれらの地域では3月から4月ごろ増加に転じるのかもしれませんもう一つの重要な要因はビタミン D だと思っていますビタミン D は免疫機能に重要な役割を担っていてビタミン D が不足しているとコロナ感染リスクと重症化リスクともに高まるという報告が出ています 冬場の感染拡大の原因の一つだと思っていますビタミン D は紫外線によって皮膚で合成されますが冬は日照時間が短いので不足しがちです食べ物では魚とキノコなど限られた食品にしか含まれていませんなので国民の50%から80%が不足しているとの調査もあるようですということで春になると気温が上がり日照時間も増えて落ち着いてくると思います オリンピックについても、海外は別として、国内の状況としては、オリンピックが開催できるレベルになるのではないかと期待しています。長くなりましたが、宮沢先生に質問です。以上の仮説をどう思われますか。 気温とビタミン D。うん、そうですね。まあ、まずあの気温はですね、僕もそれ気になっていて、うん、確かに気温が下がるとですね、金子さんのー、ね、あのウイルスが強くなるっていうかまあ死ななくなるってことでかかりやすい。ところがですね、そうすると寒くなればなるほどもっと広がるじゃないかとも思うわけですよ。うん、ところが北海道はずっと下がりっぱなしでしょ。これ、うん、すごい寒い地方でとか見てるとまああのふ 気温が下が下ったからといいっってて上がってくるわけじゃないただ、うんえっと、誰だったかな,な,なんとかさ忘れちゃったけど女性のアナリストがすごいいい論,、うん、論文っていうか,かまとめを書いててなんか気温の上下によってやっぱりは,、うん、は,や,はやる流行らないが決まってんじゃないかってでも僕らもね、うん、体感的になんとなくそんな気がするんですよ。うん、というのは北海道にいてあの寒い 寒いなと思って、帯広ってね、僕住んでたんですけど、マイナス20度とか30度になるんですよ。まだ新保さんも言ってましたね、マイナス15度とか。ね、あのね、あの実はね、寒いなと思うのは、実は11月終わりから12月ぐらいを体感的にめちゃくちゃ寒くなる。そこがピークです。いや、あのね、人間ってね、分かんないんですけど、まあ植物もそうだと思うんですけど、あの温度が急 変わってくる、まあ季節の変わり目ですよね。慣れてないから。慣れてないんですよ。なん,な,かなんかね、かあの。もう十一月頃が北風ピューピュー,ピュー吹いてる時が、んなんかすっごい寒くて、うわ寒いと思うんですけど。雪が降っちゃうと、全然寒く感じなくて。ね、意外と照り返しとか、雪がね。うつてそうなんですよ。ボカボカなんかして、感じる時もありますよ、ね。でマイナス二十度ぐらいなんか、へんへっちゃらになりまして、マイナス二十度でも、これぐらいの薄着で、あの、こうあの。雪かきできるんです,んですよ。ですので、あの人の。 体感があるじゃない寒いなと思うとあのとコロナが上がるとか風邪ひきやすいなっていうのはもしかしたら相関してるのかもしれない。要は自分が寒いなと思ってる時って免疫が落ちるわかんないね、これ。だからね、東京って意外と寒く感じるんですよ、北海道から来ると。寒い乾燥してとか風邪とかね。あの <laughs> 中途半端に寒いっていうか、なんか上がったり下がったりするかじゃないですかね。ああ気温が、うん、なんかずっと低かったらね、全然寒く思わないんだよね、帯広の時は。あ、確かにマイナス三十度だと寒いなと思うけど、マイナス二十度だと平気の。 マイナス10度ぐらいだと暑いと思うぐらいですなんで, <laughs> でその気温がウイルスに与える影響っていうのもやっぱりあるんですかあの要は気温が下がるとあの、はい、ウイルスが死ななくなるということで僕ら説明してたんだけど、はい、そうするとあの札幌とか、まあ、北海道のずっと下がってんのが説明できへんじゃないですか<ー>下がれば下がるほどだから先ほど言ったマイナス10度になったらとかいうのもありますね、はい、でもマイナス10度って意外となんか平気だったりするんだよね。<laughs> マイナス10 度の環境で人とあんまり接しないとかかですねあそれもありますね外で寒すぎて交流をしないそうですね外で立ち話はしないっていうでも中はね北海道とかぬっくぬっくなんでね暑いぐらいなんで冬はでもそもそも雪も降ってますしそんなに雪が降ってない地域よりか人の移動は格段に少ないのかなと思いますね車でピッて行って物してパッと帰るわけなんで雪降ってる空気に舞わないですよねウイルス。 そうですね、雪が邪疑問なんですけど、うん、もう新型コロナウイルスって言い出しておよそ1年そのウイルスを実際に使ってそういう,こう気温とか湿度の環境の変化の下でどういうふうに広がるかみたいな実験とか研究って進んででないんですかえと動物レベルでですか マウスとか使ってね面白そうですねやってみたいところあるんですよ。ということはまだどこもやってないってことですね。いやものすごいお金かかると思いますがまあ億単位のお金だと思うんですけど部屋全体をまあマウスを飼ってるボックスを冷やしてみたりとかいう実験はすごく面白そうだなと思ってますけども僕は見たことないですねそういう。 低くなると、はい、あのー、自然免疫が下がるっていう論文は出てますけども、うん、そうやってどうやって広がりやすいのかって実験はマウスレベルでやって、僕は見たことないですね。あ、そうなん,んなに世界でコロナコロナって言ってるのに誰、どれも,もったのにはいやってない。やない,いやお金もかかるし難しいと思うな実験系を立てるのが、<ー>うん、そういうことやっぱお金がかかるからで。そうですね。アイソレーターっていう特殊な機械を使って でまあ部屋ごとまあアイソレッターっていう特殊な機械を冷やすか部屋ごと冷やすかっていうことですけど、そんなんでも何兆円もかかるようなことじゃないでしょ？億単位ですね。何何十億ですか？何億ぐらいだと思いますね。そんなもうね、漢方機密みたいなかピュッと出したらあの僕にお金くれたらやります。あ僕っていうか僕の友達のなんとかウイルス研究者が。あの先ほどね気温が冷えたら免疫が下がる免疫機能が下がるっおっしゃいましたけどそれはビタミン D と 何かしらあビタミン D は僕も勉強不足でわかりません,んなんかそういう人が結構いますねビタミン D まあビタミン C もですねウイルス殺しますから、はい、それは確かなんですかなんかそれもよう言いますよねビタミン C でふかつひ,ひかへんとか何かその中から聞くのかどうか分かんないけどビタミン C でウイルスを壊すんじゃないかなあの僕は分かんないですけど<ー>そういうふうなこと聞いたことありますけどなるほど そういう研究もまだされている。ビタミンでウイルスがえっと体の中にビタミン C が取り込まれてどうなるか僕は知らないです。D も D はわからない。どういうメカニズムあの詳しい人に聞いてください。じゃあこの仮説についてはちょっとわからないということで。さあということで今日はね宮沢我々あのどうしても先生先生と言ってしまいますが今日はピアニストということでいや実はね先生あの先生また言ってる宮沢さんあの宮沢さんでも横で見てるとあの。 たまに小刻みにこう手が震えたりとかずっと手を固く握りしめて話しはるんですよね。あ,あ,あのやっぱり相当こうあの緊張もされながら喋ってるんだろうな覚悟しながらいろいろ喋ってはるんだろうなと思うんですけどやっぱり緊張してはるんですか。あえっとですね、えー、緊張しますというのはいやとい,うのはというのはですね、はいえええっと僕も全部知ってるわけじゃないです。まあすべての人ですあの僕がねあの専門家と称する人がたくさんいるじゃなくてすっごい尊敬してるこの人すごいっていう,う 人も時々うーんっていうのもあります。うん、いくらでもあります。うん、で、僕が知ってることなんて本当わずかです。うん、あのわずかですが、えっとまあ他の専門家と違うのはちょっと動物を、うん、接種実験してるとか実際にウイルス扱ってるとか意味ではその辺は強いんですけど、うん、全部が全部知ってるわけじゃないし、うん、全部の論文を読んでるわけじゃ全くないし、うん、ましてういやあのぜあのわからないこともたくさんあって。うん で、それを、えー、っと、いろんなこと聞かれて、とっさにね、答えるのって、本当難しいんですよ。無難にどうやって答えようかなっていうのがありまして、で、言った瞬間に、これ、どうかな、どうかなっていうのはあって。それものすごく怖いです。お立場もありますもんねはい、はい。で、専門家がどうしても出れないっていうのは、そこにあると思うんですよね。専門家っていうのは、やっぱり、あの、絶対正しくなきゃいけないっていプレッシャーがあるので。で、それを言うと、もう、何も喋れなくなるっていうのが、まあ、普通じゃないですか。まあ、専門家っていうぐらいですから、普通は深く、狭く。 深くですよね。狭く深く。でもテレビとかって結構広く浅くいろんな球が飛んでくるじゃないですか。そうですね。それを全部あの答えるっていうのは不可能なんですよ。ね、ただただえっと全く素人の自称専門家よりは全然詳しいと思うんですけど。<laughs> 素人の自称専門家っています。<laughs> <laughs> いますいるじゃないですか。ええあります。<laughs> 結構 <laughs> 今最近メディアに出てる。

あのだってだってあの全然違うあの何かのおじお医者さんがあの感染症のことを喋ったりでもそれは全然素人というか全然違ういますよね。お医者さんだからといって全員が全員そのウイルスの専門家っていうわけではないウイルスの専門家でもあの細かいこともあるしでも本当に本当に僕たちって僕たちとかあの宮田さんって人はあの細かいことをどんどんと追求してるんですよ。でちょっとずれるとねもはやわからない。 ではあのそんなピアニスト宮沢さんでございますが、はい、あのたくさんキスナーの皆様からですねあの前回演奏していただいたのがすごく好評で、うんえー、今回もぜひあの繊細な宮沢んさんにまた一曲弾いてほしいということで。

最近はねあのもうピアニストとして活動され、ね、この番組ではもうピアニストですからねこの番組に本当にね、あのー、いろんなメールが届いてましてですね、はい、えキスネームココアさんからはですね、はい、え先生が心配ですと、うん、特にツイッターの必要な嫌がらせ、うん、人は意見は違って当たり前ですが、うん、社会生活でそんなことすらわからない何,何名かの未熟な人どうかと思います先生は純粋な心をお持ちの方なので攻撃されやすく傷つきやすい。なので 支えてくれる人が必要なんだと思います。誰か支えてくれる人はいないでしょうか。心配しかありませんというお便りがもうなので同様のお便りがたくさん来てるんですけども、皆さん親身になってね、先生のこと考えてください。そんな純粋で傷つきやすい繊細なピアニスト宮沢高一さんに一曲弾いていただきたいと思います。それではあの宮沢さん曲紹介をお願いいたします。えっ平原彩香さんですかね。の明日ですかね。えっと。 と、あの、作曲はアンドレギャニオンなんですけども、あの平原綾香さんの曲です。え、まあ、あの、ちゃんと弾けないです。弾けないですが、心を込めますので。心をめちゃくちゃ込めますので。その、え、そのマイクでますが、歌か、歌われるわけ。あ、歌わないですよ。じゃ、あ先生、番組終了まで5分を切りましたので、よろしくお願いいたします。 どうぞ。あのこちらにどうぞ。あのお戻りください。なんか間違いまくりました。いやいや。なかなか。上がりですしね。ね練習もなかなかできなかったので。でね,ね、うん。すごい繊細なタッチでしたありがとうございました。あの先生残り番組2分となりましたけれども。うんえー あのどうなんでしょうかこれからも番組にご出演いただけそうな感じなんでしょうかそれは分からないですね分からなくなってきましたか分からないです全く分かりませんなんででしょうだからあの多分いろいろとあの許可とか取らなきゃいけなくなるんじゃないかな京都大学と言って,なくてうんうん。そうですね、うん、ということは、まあ、いろんな声なりいろんな、うん、まあね、えー、まあ圧力とは言いませんが、うんまあ、いろんな声が大学にも届いていて、えー、だんだんとこう,こうまあ,あ こういうメディアに露出するところに、若干のハードルが出てきているということですね。そう、いや、若干というか、前からすごくす大問題にてて。まあ、これでもね、うん、先生に、あの、宮沢さんだけに、限らないんですよ。やっぱりね、あの。 ドーンと一回何かのニュース番組とかに出てなるほどっていうことを言った人って大概その翌週からねメディアに出なくなったりするんですよね実際僕も裏方でいろんな番組のまあ出演講師をしてる中で本人はいいんだけれども上がやっぱりストップをかけるという、ねうん、パターンがねやっぱり医師とか専門家とやる人でも結構増えてきてるのでまあこれやっぱりそういう意味での言論がねどんどんとん。 うん封鎖されるって、まあ、正しいか正しくないかとかその人が何を考えてるかっていうのは、まあ、いろんな意見が出てなんぼだと思うんでねんやっぱりそこはちょっとどうなんだろうと思うのでえ先生あのぜひ我々あの諦めずにえ出演依頼書を書きつけたいと思いスす。 そうですよ。ちょっと入こう。ちょっとしたら、え、あのしていただかないといけない、まあもしかしたらコロナのことを話さなければ OK 出るかもしれないですね。ピアニストで突然ってことですよね。わかりました。じゃあの来週以降ピアニストで、あのピアノの話とか音楽の話だったら OK 出る。で今日突然辛坊さんがいなくなった理由はこの後あのちょっとツイッターの予告動画の方、あの今日番組前に公開した予告動画ご覧いただければあのわかりますのでね。ぜひそれをもう一度ご覧いただければと思います。ということで。 そろそろお別れの時間となってきました、はい、ここまでのお相手は薄田ジュリアと加納恵美子と宮沢貴之鍋谷直樹でございましたそれではまた来週さようなら